どうもどうも、ジャンプ感想遅れ丸でーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2022年、3月13日でして、週刊少年ジャンプ、14号、読み切り、ノア第9号機の感想を話そうかと思います。星出春先生のノア第9号機、これは、第102回手塚賞準入選作品ということで、宇宙が舞台の読み切りでした。ノア第9号機っていう作品タイトルなんですけど、いわゆるノアの箱舟を、題材にした、読み切りだったんですけど、そのノアの箱舟の部分っていうのは、作品内の設定として、主人公の宇宙の旅の目的として描かれるんですけど、そこがメインじゃなくて、異星人との出会いっていうのが、まあ、あの物語の、メインテーマとして描かれたのがとても良かったと思います。まあ、ノアの箱舟というと、人間とか、動物、鳥などを、まあ、積んで、大洪水から逃れるという例のあれですけど、それの宇宙版といいますか、まあ、地球にいる生命の遺伝子を積んで、宇宙を旅しているっていうような設定がありました。まあそんな中で、まあその人生に絶望している、異星人と出会って、その異星人に勇気を与えるっていうのが、まあこの作品の、主な内容といいますか、ノアの箱舟の設定は物語のメインに使わないんだっていうあたりに、感心してしまいました。はい、そんな、読み切りだったわけですけど、まあ連載化になるということは、そうそうないとは思うんですけど、まあ宇宙を旅する物語として、いろいろな異星人に出会ったり、あるいはいろんな惑星に行って、まあいろんな星のことが描かれたり、そんな物語として読んでみたいなと思ったりもしました。はい、そんな読み切りの感想でありました。ちょっと今週は忙しくて、感想の動画を出すのが、ちょっと遅れてしまったことを、最後にお詫びしたいと思います。はい、ノア第9号機、とても面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。